セメンタイトとは、鉄カーバイドの組織である。アメリカの夜勤学者、ヘンリー・マリオンハウにより命名された。現在ではあまり使用されないが、日本の夜勤学者、ホンダ・コ郎タローによるモロメンテという漢字の当て字がある。非常に硬く、脆い組織で腐食しにくい。金属と非金属の化合物であり、セラミックスの一種である。誘拐した鉄を急冷すると、 主成分がセメンタイトである白鮮鉄となる。結晶構造は、斜方症であり、鉄に囲まれた中央部分に C が一致する。f e c 系二元合金において、FE と C が結合できる範囲は、セメンタイトの炭素量の6.7、質量パーセントまでである。それ以上は、炭素がグラファイトとして分離する。卓球石鉱においては、 炭素を多く雇用したオーステナイトの組織を冷却すると、まずオーステナイトの結晶流海に、あまり炭素を雇用しないフェライトが積出する。このフェライトは初石フェライトと呼ばれる。そして、摂取727度以下になると、残存していたオーステナイトは、強石変態を起こして、フェライトとセメンタイトの二小混合物である、相乗の構造を持つ、パーライト組織が形成される。よって、 過強石光は発石フェライトパーライトの組織となる。f e c k 二元合金において C イコール0.77質量パーセントの時、オーステナイトの組織から摂取727度以下に除霊するとフェライトとセメンタイトの二小混合物である相乗の構造を持つパーライトができる。化狂石膏においてはオーステナイトの組織から冷却するとオーステナイトの結晶流に 初赤セメンタイトが赤出する。そして、摂取727度以下になると、残存していたオステナイトは、パーライトに変態する。よって、過強石鉱は初赤セメンタイトパーライトの組織となる。ABO 枠茂雄、熱処理のお話、日本企画協会、2006年、訂正版、58ページ。ISBN4 から542901084。ありがとうございます。